はい、こんにちは、ケソです。はい、どうも、ハネムーンです。ビッグバトモンスターズやっていきましょう、うん、こっから始まる。うん、私の、今一軍ですね。あの左のキャラを見てください、はい、ピジョン・ザ・グレートっていう新しいやつやつらしいですね。はい、ハトが僕の二人が同じ動きしてますね、頭がね。似てますね似てますね。あの今日はですね、はい、あの前回はさ、チュートリアルやったけど、はい、まあ、今回は実際にあの人のシティを侵略していこうかなっていう、なるほどね、まあ、基礎となる動きだからね、ビバボにとっての、はい、だからそれをちょっとやっていこうかなと思いますので、なるほど、ぜひともお付き合いよろしくお願いします。はい、はい、人のシティを侵略するにはまず右下のバトルボタンですね、はい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 、そこからモンスタースクランブル、ほう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 、これを押していただくと、ランダムで、なるほどね、これ他の人の他のユーザーの人のあれね、はい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 、この左をここ見てください、貯蓄されてる資源、あ、はい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 、これが294ゴールド、237コイン、あのキャンディーあるよと、3、これはイベントのやつだからあんま気にしなくていいけ ど、はい、これまずいんで、あの別のとこに、あー、なるほどね、探してるわけね。これは181、いや、もっともっともっといいのが欲しいわけね、もっと溜め込んでるところに行きたいわけですよ、ね、せっかく、うわ、結構来たね、来たこれよ。でもこういうとこ難しいんじゃないの。まあね、はい、まあちょっとまず見て、はいはいはい、じゃあチームを、うん、これじゃダメなんで1軍にしましょうねはい、行きましょう。はい、まあこのフェリシアってやつがめちゃくちゃ強くて、はい、まあそうね、前回ね、うん、はい、まずは属性有利で、はいはいはい、あのね、なるべく HP を食らいたくない。これで、ね、移動スキルがあって、なるほどね、はい、おー、すごい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 。まずはとりあえず砲撃、ダメージを与えてくる建物を、そうね、もうすべて壊しちゃってから、はい、もうこれで全部壊したんじゃないかな。あー、なるほど、うん、じゃあもうあとはぶち壊すだけ。そう、あとはもう資源を回収。あー、いいね。だからこういう、はい、なんだ、ゴールド保存工場とか、はい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 、保存庫とかキャンディー工場とか、ね、そうそう、で、壊して壊して、はい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 、もう攻撃してくることはないから、でタワーを壊して、あとはもう真ん中を、あ、いいですね、真ん中にもね、お金とね、あのキャンディーが入ってるんで、はいはいはい、まあこんなスキルとかをしつつ、おー、いいですね、このフェリシアがいいんだよ、星4で、ほら前回引いたじゃん、はい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 、めちゃくちゃ強くてまあお気に入りですね。まあまあそれはね、うん、とにかくね、はいはいはい、HP を大事にしていきたいですね。あの回復が結構時間かかっちゃうんで、うんうんうん、まあ、なるべくあの最小限のダメージで、はい、あの侵略を繰り返すと壊滅 100%、はい、素晴らしいですね。まあこの調子でどんどんいきましょう。はい、はい、じゃあ、はいはい、また美味しいあのシティを探しに行きましょうか。ちょっとこれダメですね、まあ、1000は欲しいですね。そうね、あ、まあちょっとな、もうちょい、あ、攻めやすそうなとこではあるんだけど、まあ、もうちょい、お金がちょっと足りないかな。あー、来ましたねただいや、すごい施設がすごい。どうする？いや、でも行きましょうか。行きます？こんなお金あるのであればね。うん、あ、でもちょっとダメージ食らっちゃいそうだな。まあここら辺からスタートして、いきなりこのゴールドのね、はい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 、なるほどねとりあえずあるんでね、まあ、うん、お金を稼ぎつつ、まあやっぱ後ろにそういう砲撃とか置いとくとね、やっぱそうね、取りづらいから、うまい、ね、いや、固められるのは厄介だな。あー、もう早速避けましょう。おー、はい、あ、これが強いって、フェリシア、マジで強い、これ、ね、避けるのね。いやでもね、あの集中砲火食らう、もうすべての攻撃建物が全部同じとこに置いてあるから、いや、これちょっと食らいすぎですね。まあどうだ、とりあえず、まあ、とりあえず破壊したけど、はい、いやーでも食らいすぎ、結構食らったね、これは食らいすぎですよ。はいはいはい、はい、まあでもあとは、まあまあ、あとはもう壊すだけなんだけど、はいはいはい、いやー食らいすぎめちゃめちゃまああのね、回復、うん、キャンディーを使えば、うん、まあ、回復するんだけど、はい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 、自然回復を狙うとなると、うん、結構ね、2時間とか3時間待たないと、あー、なるほどね、マックスにならないんで、ちょっと食らいたくなかったけど、そうですね、やっぱでも防衛が厚いとこだと、この残り時間がね、はい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 、微妙に足りなくなってくるわけですよ。なるほどね、だから火力がないとこれが最後まで壊せなくて、負けちゃうこともあるんで、まあまあまあ、はい、まあまあ美味しかったですね、ここはね、全回収してな、はい、さあ、600か、まあどうですか、ちょっと弱いな、いやもうやっぱり4桁欲しいですよ。4桁欲しいか、4桁いきたいですね。いや、まあゴールドの方が欲しいですね、やっぱね。あー、なるほどね。あ、まあ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 、いきますか。うわー、まあ行こうか結構すごそうだね。結構すごそうだね。
あ、まあでも行きましょう。あとフェリシアがちょっと使いすぎてね、ちょっと HP がやばいんで。本当だね。ちょっとやっぱ他のキャラも使っていきたいですね。はいはいはい、はい、じゃあショコラちゃんをね使わせていただいて、よいしょ。まあこれ最初にもらえるキャラだけどやっぱ強いですね。ああこのスキルとかね。あでも結構、あちょっと待ってね。あやばいこれ。壁が、あちょっとやばいわこれ。壁がダメかもしんね。やめまーす。あフェリシアで飛んでくよー。よいしょー。いや飛んでくぞ。飛んでくぞ。すえフェリシア。あでもでもまずいか。じゃあた、ね、ある新しいキャラをお見せしましょう。はい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 。彼です。可愛い。メリアンでおめえ覚えてないか。あんだけ引いたのに。これすごいんだよ範囲。これピーピーも来てくれたよ。ピーピーも。ピーピー。おめえ覚えてないガチャ。いやめちゃめちゃ食らってますが、まあまあまあこれ範囲が広いんで、もううわーすごいね。まだちょっとねレベルも低いし若干そうね、まだ大丈夫か、大丈夫か、なんとかなるでしょ。あーならないね。壊滅してる。大丈夫か。まああとはショコラがね、あ、まあまあ壊させていただいたんで、いやーいや結構食らったね。そうですね、2人やられてしまいましたね。いやそれあんなど真ん中に突っ込んでたらそうなるんじゃないかってところあるけど、まあ相手の配置がうまかったですね。うまかったね。防衛の位置がこう壁を壊してる間にそう、ね、砲撃が届くようにっていう、こうよく考えられた素晴らしい家ですね。やられましたね。やられたよ、畜生。まあでも結果お金がまたこう貯まったんで、まあね、得られたんで今度はもう自分の施設をね強くしていきたいですよね、はい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 、ああなるほどね、はい。さあ、はいはい、こんな感じで、うん、回復中回復中でございます。ほら、はい、4時間とかかかるわけよ。かかね、まあキャンディー使えばね回復できるんだけど、キャンディーは普通はレベル上げとかにも使えるから、はいはい、まあそう、あとはもう回復中のやつを下げて、はいはいはい、こうちょっと元気なやつを ね出して戦いに行くっていうの方法もあるんだけど、まあレベルが低いからさそんな強いとこ攻められないわけよ。だからやっぱフェリシアをずっと使ってたいわけ。はい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 、だからまああんま食らわないように。そうだね、うん、で食らわないでかつもうがっつりお金をね稼いでいきたいですね、うん。まあ今まで人を攻めてたんですけど、はい、逆に私のちょっと、ああそうね、シティをちょっとご紹介させていただきたいなと思って、はい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 、ここがスタート地点ね、ここの手前かな、敵がスタートするとこ、ね、まずうちは市民がガードしてくれてます。うちのシティの市民がね。なるほどね、はい、で奥に、うん、大事なものが、大事なものが、なるほどね、で大事なものを、うん、壊すために壁を破壊してると、うん、こう砲撃が行くよと、いい感じですね。で一番奥に、はい、タワーね、タワーがあって、まあこれを壊さないと、うん、本拠地を殴れませんよっていう。本拠地は、うん、シティに紛れてここにある。なんでだこれか。そうそう、一番前にあるんですよ。本当だ。でもこれ結局タワーを壊されて、うん、ここは攻撃いかないんで、別にこれの位置はいいわけですよ。で、ここにへそくり、なんでだよ。ここにここ気づかれなければ右奥にな、少しお金守れるかなと思って。いや気づくやろうな。セットさせていただきました。はい、はい、それでねこのゲーム、はいはい、他の人から攻められるとこうバトル履歴っつって、はい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 、こう攻められた時のリプレイが見れるのよ。まあ、ちょっと前のやつなんですけど、うん、もうこの私 の, シティが攻められたということで、ちょっと見ていきましょうか、はい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 、これ他の人が瞬殺でなんか、まあ、市民だからね、あ、すごいスライディング、強くない。でもダメージ結構与えてんね。いいぞ、あ、違うてて、変わられた、なんだ、なんか強そうだな、ね、あ、ちょっと、うわいや、待ってよ。結構減らしてる、結構減らしてる、結構減らしてるね、うん、あ、結構いい、速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 い、え、あ、でもへそくりバレてない、あ、へそくりバレてない、やった、あ、バレた、バレましたね。へそくりがバレた。え、まあ確かに下の方ちょっと見づらくてあれだね。そうね、でも、あ、まあでも、まあいい防衛だったんじゃ、結構減らしたし、え、本当に残り時間まだ1分20秒残ってるけど。え、すげえ、俺のシティが壊滅しましたね。壊滅したわ。あ、いやー、そうか、いやー、なんかレベルも高いし星4だし、そう、ね、強そうですね。まあこうやって、はいはい、人が攻めてきたこうリプレイを見て、はいはい、あ、ここが良くなかったなとか、はいはいはい、見れるわけね。まあもっとこの砲撃の位置をここにしてみようかなとか、はい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 、この壁をもっと厚くしてみようかなっていう、こう対策を練ってこう自分のシティを強くしていくわけですね。はい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 、1回目の動画を上げた日なんですけど、はいはい、その日に更新が来てたんですね。新しいアップデートが来てまして、あら、キャラクターが2キャラ追加されたんですね、はいはい、このマーブルとこの赤羽凛ちゃんっていうのが、なるほど、ね、新しく追加されて、まあ、もうこれほやほやですよ。追加されたてほやほやのキャラなんで、はい、まあちょっとね狙いに行ってもいいんじゃないかっていうことで、いいですね、10回引きたいと思いますよ。いいですね。
まあ、また見ようか。これこのあれ面白いからな。大きくね。え、関係ないか。気のせいじゃね。気のせいか、うん、気のせいだったかな。これが後ろのあれで演出に注目ですよ。はい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 。ピカって、ピカってここでさ、来るか。あ、なんないね。あ、青いままだってことはあんまりあれかな。あ、黄色くなった。ここか。あ、驚いた。まあ驚くのは毎回毎回絶対驚いてくれるから。あー、あー、いたね。パオパオな。あー、いたか。あー、パオパオいたよ。パオパオな、うん、呼んでない。あー、いたね。あー、いたね。いたね、コンザレスな。はいはいはい。なんか来てくれたね。そうね、彼も来てくれて、ね、うん、はい、あー、いたね。あー、いたね、うん、いたね、いたね。マスキュラーキャットな。マスキュラーキャット、いやー、はい、ちょっと。おお、なんだこれは。こいつロビー。の果てより来たるもの。星2か。どうなんだろうね。そう。デストロイって書いてある。ね、あ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 、星さんだ。やった星さんのミスターチキンじゃん。いや、それはニューって出るわ。ね、やった、嬉しいわ。ね、うん。あ、はい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 。キュッキュね。キュキュ、あ、まあこれあのストーリーモードにも出てくるキャラクターなんですけ ど、ね、はいはい、まあ可愛らしいキャラですね。はい。あ、またパオパオでな。パオパオね、あ、今度光属性なの、はいはい、光のパオパオね、はいはい、光パオパオな。パオパオかっこ光って面白い。あ、こいつ時の果てより来たるもんね。また来てくれたな、はい、2人目が来てくれたな、はい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 、あ、パオパオな、パオパオね、かっこ光な。あ、かっこ光。あれですね、星音が出なかったですね。残念ですね。あ、まあ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 、ミスターチキンの星さんがね、もう一回行こうか。もう一回行く、もう一回行こうか。あ、さあ持ち寄って、なんかもうここら辺から光れ、黄色く、うん、バチバチ光れ、うん、同じか。ここでね、黄色くなる、うん、ここ、ここ、あ、あ、やったやった。これはやばい、これはやばい、あ、やばい、これほらもう星4じゃないですかね。ザーンってなって、お、虹ちゃん、お、びっくりした。お、それびっくりする。こいついつもびっくりする。え、ライノコン。なんかいい見た目の差やばくない。イメージが誰が喋ってんだろうと思って今。どこだと思って。スイートユニコーンさんですね。彼が喋ってるね。そうらしいですね。はいはい。あ、あ、お、これは光。我はスザクの子なり。かっこいいな。こじらせてるってことかな。こじらせてんのかな、この子は ね、 いいね。あ、でも星さん強そうですね。あ、君はいるのね。世界観の差がすごいね。ねえ、落差がね、うん、いや、星4出ると思うよ。なんだろうな、何の星4だろう。あ、パオパオ光じゃん。パオパオの星4じゃない。パオパオの星4か。パオパオの星4か。どうだろうね。ああ、ショコラちゃんも、あ、星2で来てくれたのね。いや、はい、星4楽しみだな。お、なんだなんだ、お、これか、やばい、カメラ、お料理ビギナー、いや、なんかお料理ビギナーって持ってる武器、ね、チェーンソーだが、なんだ、こいつ。そうかそうか、なかなかだ ね不思議な子だね、はい、あー、はいはいはい、すごい、フランチェスカね、フランチェスカ、これだ、フランチェスカか、星4フランチェスカか。実は私、あの星さん持ってるんですよ、はいはいはい、これ、あの自分の分身を出して戦う、はいはいはい、キャラなんですけど、おー、あ、それの4が出たと、嬉しいですね、はい、あ、またショコラちゃんが来て、あ、じゃあどうやらあの演出はあのフランチェスカにかかったやつなのかな。お、お、アルビダ、アルビルダ、アルビルダか、はい、一応まあ海賊、海賊かなのかな、うん、駆け出しか。あ、でも星さんも結構出たね、うん、出てよかった。あ、キュキュも最後来てくれて、あ、キュキュな、あ、はい、いや、これよ、これ結構ニュー、フランチェスカだよ、ね、うわー強い、これもう使おう早速。まあそうだな、新キャラは出なかったけど星4がもらえたんで、いいですね、まあいいとしましょうよ。はい、あとね、はいはい、あの今回のパッチでね、うん、あの衣装が、あの七夕仕様の衣装が来たんですね。いいですね。だからさっき私があのバトルで使ってたフェリシアとメリアンに、うん、あ、本当だ、アルタイルとベガの衣装、そうなんですよ、来てね、どっちかじゃせっかくだし、上がるんだね、そうそう、少し上がるんですよね、まあフェリシア私すごい使ってるんで、はい、じゃあフェリシアの衣装ちょっと買っちゃおうかな。いいですね、はい、あ、あ、変わってるね、可愛らしい、変わりましたね、これでまた俺のフェリシアちょっと強くなったね、いいね、ああ、はい、ということで、はい、私のあのパオパオ軍団もできたということで、うん、闇と水と、闇と水と、これは光かな、光か、光のパオパオ軍団もできたんで、はい、
まあ、こんな感じでまたね強い人のシティに行っては略奪を繰り返して自分のシティを強くして、でガチャで、パオパオを引いていきたいですね。いいですね。なんか歯が違うんだね、はい、あ、ほんとだ歯の数違う、ね、歯の数違いますね。これあれですね、パオパオ豆知識も出ましたね。はい、はい、ということでビッグバッドモンスターズでございました、はい、ご視聴ありがとうございました。